どうしたの？どこへよ。おい、黒猫。何かやめろよ。出店の2日前ね。今は。あれ、2日？未来、YouTube。はい、大家好。2日前っす。準備できた？これしかないよ。やばいよ、売り切れちゃう。売り切れちゃう？そんな自信があんの？めっちゃいいね。サメ来た人なんかかわいそうじゃん。ちょっともうちょっと作りたかったな、マジで。時間が足りなすぎたわ。急遽だったんで1ヶ月しかなかったんですよ。ちょっと頑張ったんですけど、顔見てもらったら分かると思うけど、ちょっと頑張ったんですよ。くま、ちょっとこれが限界でした。すいません。それしかない。明日まだ作る？ちょっともういいかな。そうだよね、ほどほどはね。明日 YouTube の編集しなきゃいけないんで。私と点終わったらまたライブでしょ、発送でしょ。そうだよ。顔ぶっさいく。それぶっさいくなるわ、お前が。ちょっと休みたいんですけど、今月も忙しいんですよね。まあ、実際本当にお客さんが来るかなって楽しみだね。そうだね。来てくれるよ、信じてるよ、みんなのこと。うん、ピアスいる？みんな。俺もう後だよ、後に乗せるやつだよ。女子力高くない？そういう話より、明日は先にセッティングか、うん、そうです。本番の前日にセッティングを終わらせます。まあ前日にね。まあ、今日多分一番大変だと思うけどね。明日もちゃんと休めるといいな。明日休めないでしょ。なんで？どうやって休むの明日？夜早めに寝て、もう他の子供やらん。寝ちゃうんだろうな、多分。絶対作ってるよね。クマやばい、だから寝ろ。わあ。前です。最後の仕上げです。本当に人そんなに来るの？来るんすよ。でも多分入場規制あるからそんな来ないと思う。どうだろうな。並べるかな。你是老板吗？え、バッグは？バッグはあるよ。ああ。でも1個しかない。え？スマホ、スマホバッグとか？ 1 個しかない。なんだと？なんで道そんなに飲むの？
味しい。どうって何？1ヶ月でこれなら頑張った方でしょ。そうだね、結構頑張ったと思うんだけど。これね、明日と明後日が私の努力が報われる日です。報われるか分かんないけど、うん、報われてほしいです。目標は？目標は売り切れでしょ。ほっ。でも売り切れるとなんかまだできたなと落ち込んじゃうから、あは、まあ、ちょっと 2,3 個残るぐらいでします、ね、パックも作ったしね。よし、完璧や。明日頑張りましょう。頑張ろう。おはよう。おはよう。おはようございます。メンズ本番でございます。皆さんよろしくお願いします。そう、いらっしゃい。できる？いらっしゃいよ。あと30分。あと30分。マイカー何？嬉しい。何？ミオが何か買いました。ミオはね、ミオちゃん稼いだんで。ミオ、何を買った？魚。あ、めっちゃかわいい。これはね、ミオのバッグにつけるの。めっちゃ嬉しいです。そう、やったね、ミオゲットした、ね、顔映ってですか？恥ずかしい。宣伝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 、早く早く。台湾に住んでます。母さんにあと3日います。違う、これは多分再来週に載せるんやつ。落ちないようにこう、こういう感じで止めれるようになってて、こういう感じで見えます。気ぃつけて刺さないように。どこにつけるんですか？こっち。めっちゃ可愛いな。これジンベエじゃない？可愛いやん。可愛いっす。お祭り気分できた。そっか、確かに。あ、いいね。はい、回して。じゃあ落ちないから。可愛い。よし、いいですか？
おはや。おはよう、まみこ。今日あと一日頑張る。頑張れる。頑張りましょうね。匂い大好き。ゼリー？おお。おはようございます。今日も働きます。何これ？昨日買ったやつ？気に入った？パパママクジラも可愛いと思うけど。クジラも買う？何？買わない？買う。買う？あ、顔やばいっす。パンパンっす。はい、今日は最後です。全部売り切れるでしょうか。売り切れる自信ある？あと6時間時間がありますが、1、2、3、4、5、6、7、革製品7点だけです。1時間1個で売れるかな。終わったらもう全部売れてほしいね。もう帰りたいって言ったよな。売るものないよ。物ないからもう帰っていいかな。できればベルト売りたいよね。ベルトそうだね。でもサイズがあるからさ、合う合わないがあるよね。もう一個。で口。わあ。次は耳。耳。あと2時間です。ダメダメダメ。テスト10時間に1個売れたら終わり。終わり。あれ売れるかな。ラララララララ最後買いました。最後乾杯です。ここはありがとうございます。ありがとうございます。そう終わりました。お疲れな。とりあえず頑張ったのはあなたです。お疲れ様でした。みんなもうありがとうございました。みんなシェシェターチャー、シェシェターチャー、うん。